防御力下げよう。はい、あーマジか、今カウンターやったんだけど、ちょちょちょいいセンスだ、危ない。知らないのでしょ、危ない危ない、ちょっと待って、なんか強くないですか、この中にいるから。いや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 、画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。仁王2完全初見実況攻略、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。若干噛みました。ごめんなさい。仁王2を完全に攻略初見でやっております。皆さんのね、アドバイスとコメントともに、それを受けて、攻略ここまでしていきました。でね、ついにね、なんか結構もう最後の方まで来てるらしいんで、ここからまあ、一気にやっていきたいんですが、そう言わず、じっくりやっていきたいと思います。よろしくお願いします。では、まず、毎回恒例ステータスの確認から、こちらですね。体力、心ともにバランス型です。で、閃光と呼ばれるトンファーと、なぎとうかまと呼んでいるなぎなたかまを愛用しております。閃光のための勇、なぎとうかまのための呪いという数値を上げております。キャラクターは、ダークソウルが好きでダークソウル2、ヒロイン、ルカティエルというキャラを作ってやっております。皆さんよかったら、ルカちゃんとお呼びください。よろしくお願いいたします。で、仕込み閃光が欲しいんですが、全然手に入らないんで、まあ、とりあえずね、この閃光を使ってます。今ね、新しく手に入れた。と、あと、雷神装ですね。はい。で漢字がね、とんでもなく読めないんで、まあ、そこはもう本当にもう多分日本人じゃないんだろうなと思ってもらっていいです。日本人なんですけど。それじゃあ行きます。メインミッション、黄金の城です。やっていきます。今日の、慶楽台ってのは、藤吉郎が建てた城だそうね。道理で、金ピカなはずだわ。悪趣味を通り越して、まがまましさしか感じられない。あの輝きはきっと、霊石の、天界の話が本当なら、この霊石がたくさん眠ってるはず。さあ、急ぎましょう。なんかね、ソハヤの剣というね、まあ、要するに、妖怪を払う、まあ、刀を作るのに、大量の霊石が必要ということで、この城に侵入するみたいです。合ってるかな？まあ、合ってると思います。はい。で、前回はね、先のみ惑光っていうボスを倒しました。で、今回は、その続きからですね。はい。で、あとね、前回からのやや若干連続撮影みたいになってるんで、コメントはね、少しだけ読まさせてもらったんですけど、まだね、多分、おそらくこの後来るだろうなっていう方とかもいるので、まあ今はちょっと割愛させてもらいます。はい。うわう。風景はいいね。あ、なんか、なんだ、捕まってるぞ。ほんま、ええ趣味してありますわ。あらららら。誰これ、会ったことあったっけ、あれこれクジラだから、いや俺会ったことあるな、このおじいちゃん。どこだったっけな。どこへ行ってしまったんやろうか。あ、千利休さんか。憎めないお人柄は、うん、茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に魅せられて人の心まで失ってしまうとは。バカ野郎だな、あいつは本当に。藤吉郎、藤吉郎、天界に用を頼んどきます。バカ野郎ですね、完全にね。まあ、あれですね、チャンネル登録者が欲しくて派手な、人に迷惑かけるような炎上芸ばかりやる YouTuber みたいな感じになっちゃったんでしょうね。人に迷惑をかけるね。ここがポイントだから。人に迷惑をかける。かけないで炎上してる人もいるから。それはもう関係ないですよ。もう個人のあれですからね。戦略ですから。人に迷惑をかけるですね。許さんぞ。あー。千利休さんが。どうしよう、これで千利休じゃなかったら。もう手加減は不要ね。切れちゃったよ、ムミオちゃんが。やったろうぜ。ボコボコにしてやるよ、先婚で。そして、なぎとうかまでズタズタに引き裂いてる。嘘。嘘だな。嘘だな。お、分霊により、遊魚神を宿しました。宿しました。クジラじゃなかったわ。おい。山木国。
京楽台全部自信ないな。この辺りのあやかしを買ってから行くわ。よろしく。先行って。おお、めっちゃ切れてるね。もうダメだ。この辺り。あ、もうダメだ。先。切れてるわ。切れてますね。完全にね、ブチ切れモードですね。これは。はい。さて、新マップですが、全くもって道はわからないですね。まあ反対側からだよね。大概反対側からルートなんかいるな。あれは敵か？敵ですね。やっていきましょう。おう、ちょっと硬いですね。来ましたね。来いよ。来いよ、来いよ、来いよ、来いよ。はい。おれ。何やってんだ？おお、ハゲ、ハゲがつるっとあったわ。ハゲー、オッケー。うーい。じゃあな。いって。おい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 。はい。ふざけるなよ。じいさんもな、急に話しかけてく、来られても、ね、読めないから。読めなかったから、全く。なんか、いそうだな。大概いるはずだが。オッケー。あら。気持ちいい。てめえら全員ボコボコにしてやるよ。お前ら、藤吉郎の部下だろ。許さねえからな。撃破の戦痕。ん？撃破の戦痕？これは仕込み戦痕じゃないだろうな。近接ダメージ。まだこっちの方が強いのか。愛用度が上がってるからと思うが。妖怪の近接ダメージ。近接ダメージプラス 4.0。ちょっとこれにしておいてみるか。愛用度上がったら同じぐらいになるでしょう。許さねえからな。よくも、利休のじいさんをやってくれたな。あいつはな、とても、とても、心が綺麗で、とてもとても美味しいお茶を入れてくれるじいさんだったんだ。またおめえ。くそったれか、この野郎。そんな、利休のじいさん、お前らは、買っちまった。だから悪いな。狩らせてもらうぜ、俺とルカちゃんが。お前らのもう、命は今日ここまでだ。最初忘れてませんでしたって言われたら、ちょっと何も言えない。何も言えない。最初誰だっけこれって言ってませんでしたって言われたら、もう何も言えないんだけど。おらよ！じゃあな。なんだ？あ、こいつ飲むのか。なんか落ちてんのかと思った。武器が落ちてんのかと思った。これなんだ？なるべくね、このね、閃光を持ってるようなやつをやった方がいいって言われてるんで、ちょっとこれはね、掘りますからね、使わ。オッケー。なんか出てくるのこれ。はっ。当たらないね。危ね。はい、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 はい。硬くね？超硬いんだが。はい。はい、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 いける。はいよ。もう一丁。もう一丁。終わった。あ、オッケー。さて、ここは、仕込み線痕は、なんか線痕持ってる人がいないんですよね、あれから。うわ、犬だ。犬と侍か。侍先やっとくか。どら！休んでんじゃねえよ！来いよ。ほら、ほら、来いよ、犬。おい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 ！残念だったな。この犬ガードすれば弱いよね。最近知ったんだけどね。後半に入って知ったんだけど、あいつガードすると雑魚ですね。うちで飼ってた、昔飼ってた、うちのチロよりも雑魚ですわ。ほら、これ。まあ、うちのチロも大概雑魚でしたけどね。雑魚犬でしたよ、本当に。この別になんか嫌な意味で言ってるわけじゃなく、本当に雑魚犬でしたね。まず、何が雑魚かと言いますと、ですね、散歩ができないですね。車が怖くて。車が怖くて表行けないんですよ。そんな犬います？聞いたことないでしょ。やべ！だからなんだこいつ。無礼なこいつ。だからやなんだ俺こいつ。マジで。まともに戦いたくねえわこいつ。
で、カウンターファイヤー、カウンターファイヤー、ちょっと、え、なになになに、行き止まりやん、ここ、おい、カウンターファイヤー、ちょっと待って、これで回復して、あの野郎ふざけやがって、鉄砲でいってる、もういけるだろ、おら、へっしょ、うるるっ、で、間に合った、今ちょっとギリギリだったんじゃね、いや多分ギリギリだったぞマジで。こいつ何やってんだ、マジか、やばい、うおっ、待て待て待て、なんかなんかもう一人気づかれたぞ、ちょっと待って、結構いるな、思ったよりバカだろあいつ、本当にふざけやがって、来いよ、いいからおめえも、はい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 、てめえこら、このクソ鉄板の貴様は、キンキンがついてないな、例えばな、その遠くからちまちまと攻撃するのは男らしくない、さてはキンキンなしだな、キンキンとは何ですかって書かないでください、ね、刺してください刺してちょうだい、え、何何、さっきからあんつってんだけど、浮いてー、マジかよ、マジキンキンついてないの、もう一人いたわ、ザクリスタワージョン、ダメオッケー、手だれ先根使いという称号をもらいました、あー美しいの、生きておるようじゃ、あれこれ、え、絵がいっぱい飾ってあるのか、あ、来たぞ、打剣、座敷剣が、座敷剣が、はい、スイートツ、スイートツ、ワンツースリー、ワンツースリー、ファイヤー、オッケー、よし、閃光持ってる全然ないっすね、なんかいっぱいあるな、行くとこ。とりあえず一周してみる、ちょっとわかんないから。え、閃魂墓地一人もいないんだが、何流行ってない閃魂、さては。お、これは最初の、あ、最初の社に到着しましたと。ショートカットがいきなり開通しましたね。ふむ。で、ちょっとこう中庭見てないから中庭見ようか。なんかいるね、そこにもね。あ、ファイア、オッケー。お、落ちる？いや、さすがに落ちないっしょ。大丈夫だね。怖い怖い怖い。今落ちるとこだろ。今落ちるとこやろ。いや、ここはさすが落ちないよな。今落ちた、落ちるとこや。おい？ん？倒したか？大体倒しちゃった感じ？え、これ何これ？じゃ、じゃ、じゃ、いらないいらない。いらない。槍だから。別にいらないから、ほら。別に防具とか掘ったってしょうがないからさ、今いらないから、なんかいるな、こいつはちょっと強そうだぞ、この角にいるってことは、おめえかや、はい、消して、さあ来い、ん、タックル来ないか、タックルか、16モンキック来るよね、はい、いける、火力上げてけー、上げてけー、はい、上げてけー、上げてけー、お、そのまま食う、おっと、オッケー、はい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 、オッケー、はい、これなんだ、いや、斧か、なんかこの段階まで来るとあれなのか、ケロヨンだ。あんまりあれなのか、閃光使ってる人いないのか、火力低いから。そのための仕込み閃光だろ、お前ら。どうしちまったっつうんだよ。で、じゃあまあ、それはいいとして、行ってないところは、この扉か、まず。ここ開かない。そうっすか。ん？絵か。絵が怪しいってことか？この絵か？あ、なんかある。触れる？何これ。
わあ。おお。どういうこと、戦うんだ。ちょっと待って、どういう感じだっけ、こいつ。エンチャントした？してできてねえか。なんだっけ、こいつなんか温泉みたいなところで戦ってたっけ。そうだ、温泉野郎だ。温泉野郎だね。エンチャント。なんかよくわかんないけど。はい。はいはい、チドンフ。はい。いりりりりりそんなだっけ。ちょっと待って、回復。いや、こいつに負けられねえぞ。ちょっと待って。こいつもちょっとさ、一回倒したから、チドンフからの、はい。からの、痛えな。防御力下げよう。はい。あー、マジか。今カウンターやったんだよ。カウンターやったって今。だる。なんか食らったし、ここ来る前に。ちょっと待って、こいつ雷効かないのか、もしかして。よしよし、やっとこう、はいはいはい、エンちゃんと、まあエンちゃんと必要だよね。はい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 。からの、チドンフ。はい。かけての、はい。防御力下げます。オッケー、行くぞ。オッケー、オッケー、はいはい、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、あぶねえ、マジ死ぬ、ブー、あぶねえ、いける、おっしゃ、いける、ナイス。てか防御力さんが超強くねえか、これ初めて使ったけど超強くねえか、これマジで鬼強じゃない、こんなの。あ、防御力下げてこう、ドン、ね、防御力下げました。いてててて、待て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 、焦るな焦るな焦るな、いける、あっぶね、マジこいつうぜえな、あぶね、いや、いけるいけるいける、こんなやつ倒せる、余裕だよ余裕、マジ余裕だから、こいつ。これの時チャンスっぽかったよな。あー、防御力下がるの終わっちゃうな。はい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 、今のペンプラピンピンピンオケですね。危なかった、本当に。あれやんなかった、本当、死んでたわ。いってえな、16モンキック野郎が本当にふざけやがって。いけるな、今の。今の3連撃は弱い気がする。はい。ペンプラピンピンオケ、はい。もしかして、西方書。雷、おおおおおお、びっくりした、なに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 、なになになに、本当に、なになになに、怖い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 、びっくりした、スルーしてきたから、スルーしてきたらバレちゃったよ。お前らなんかスルーじゃん、ボケ。お主の道、我が地獄の、うわ、しょうまふんぎょい、したらばあちゃん、ぷんぷんばらびんびんびん、じゃあばらびんびんびんはいいわ。今日なんでそればっかりなの、今日なんでだろうね、なんだ、急に言い出したね、うん、まあ、今シリーズ通して一回も言ってなかったのにいきなり言い出したよね。オーケー、危なかった、本当に。もう、これボスオンパレード、あれか、ボスラッシュみたいな感じな気がしてきたな、俺。こういうのあるよね。今までのボス大集合みたいな。警戒をしております。とてつもない警戒です。これショートカットが開くのか、さっきのな。はいはいはい。さっき開かなかったとこがショートカットの。絶対そうだ、これボスラッシュだよ、これ。ボスラッシャーですね。間違いないですね。
だからとりあえずこれ一回踏んどくか。踏んで弾とかを補充して、いやでもいきなり次もボスなんじゃねえこれ。こんな気がしてきたな。どうしたらいいんだろう。はい、お、なんか能力開花できますね。じゃあ能力開花 U で決まり OK 特に言い方意味ないですね、うん、だそういう感じだったら、そういう感じやってるのかなと思う。初めて見た人もいるかもしれないからね。あ、2をね結構ね初めて見てくれる方も多いんで、うん、あ、なんかそっち系なのかなって思われるともちょっとあれなんでねそっち系、あ、そういう系、あ、そういう系のやつみたいな。あ、強いのこれ。ヤスジ、ヤスジの閃光、これにしよう。強いじゃん。お、お、お、お。お、強っ、水属性。792じゃん。まあ、水だからね。こいつか、さっき、上がってきたの。はっ、なめんなよ。カドッチョですね。お前の人生はカドッチョで終わりだ。カドッチョ人生だ、お前は。わかるか？窓際族というやつだ。おわぁ？ん？はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あれ、どっちから来たんだっけ？え？あれ、こっちから来たんだっけ？いや、違うな。これ進んでるな。見たことねえわ。あんな奴らいな、あんな奴らに俺会ったことがない。なんか似てるな、こいつ。陶吉郎に。この野郎。偽陶吉郎ね。影武者と思うか？あ、ちょっと。オッケー。こと足りぬわ。お前らの力など。いや、マジ閃光いなくね？なんなのこれ。閃光を、俺に、しばき閃光を、俺に、与えないようにしてる。絶対。おい。ああ、楽勝もいいとこだな、お前らな。お前ら、鉄砲で気づかないからな。お、なんだこれ、鶴だ。鶴に、カラス？鶴カラス？カラス。鶴カラスカラスですね。あれ？またいた？あれ？なんかこのやついた？なんだこいつら、湧いて、なんだ、リスポーンしてきてんのか、こいつら。リスポーンしてるだろう、さては。これなんだ？全然行きたくないんだが。うわぁ、何これ。なんだこれ。嘘。お前そうなの？いやー、そんな、危ねえ。そんな確保できてないですよ、俺。まだ。すんません、俺まだ、ロケットパンチャーか。ロケットパンチャーだな。ドゥエイ！オーケー。ロケットパンチャードゥエイ。ロケットパンチャードゥエイスみたいな。ヒヒーああうわ、これ、うわ、これあれだ。もう、またこれあれだ。ドゥエイスお、普通に振り向いた。ドゥエイス行って、カウンター打つようになってきたの、こいつ。ドーラんまーまんじぎりいや、まんじぎり、そんな聞き方ないわ。これは仕込み線香か。いや、ほんと線香いないっすね。なんですかね。あれ、なに俺だけ使ってんの。俺だけ説出てきたな、線香。このエリアで。なに時代遅れ。時代遅れなのか。どーんどーんど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 ん。オッケー。ちょっと待って、2対1つらいな。つらいぞこれ。この2対1はつらいな、ちょっと。はいーはいーそれエスパイトさんのあれで。はいーちょっと行くぞ。俺が閃光の威力だ。お前のことなどな、一瞬でボコボコにしてやるよ。
いいセンスだ。危ない。知らないのでちょっと危ない危ない。ちょっと待って、なんか強くないですかこの中にいるから。いや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 、もうそれはないでしょ普通に考えてみ。よし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 、まあ油断大敵ですよね。でどっちなの。いや、あの宝石でしょ結局。だから結局こいつらやらなきゃダメってことでしょ。しこいよ、来いよてめえ、来れ来れ。あ、また同じことやった。ちょっと待って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 出よ。ハゲー、オッケー。おっしゃ、いける。こんなかったら負けねえよ、待って。いける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 、絶対いける。こんなところで負けるわけない。オッケー、勝った。どれだ両面。両面。ちょっと待って、両面使われましたけど、そんなことあるんですか。やばい、表出ちゃったねお前ね、表出ちゃったね。勝てー勝てー、マジで。ちょこっち使ってみよう。危なかった今の。オッケー、来いよ来いよ来いよ。はい、オッケー、いってってて。16もキック、はい。火力が、まあ仕方ない、火力火力って言ってるとまたみんなに怒られちゃうから。オッケー、いい、火力はこれでやっていく。これが俺の強さよ。ちょ、意味がわかんないですね。強くないっつって、強くないっていう点でっていう。オッケー、オッケー、一発でこれになったら。でもな、でも攻撃力着々と上がってますね。おお、何何、帰るがよ。まるで城が息づいておるようじゃ。おお、なるほど。さっきの霊石の塊とこの呪落台、何やら関係があるようじゃね。なるほど、ここに社がある。なんだろう、どうなってんだこの先。ちょっと意味が分かんないですね。はい、え、とりあえず奉納でちょっと弾を補充します。 OK、 どういうこと、ここ開くのかな、開かない。また反対側。反対側系多くね。おい、線香落とせよ。仕込み線香。線香線香。斧くんか。いや、普通に壊してったぞ。オッケー。いやー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 、危ない危ない危ない、怖い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 、本当危ない危ない、本当危ない危ないから本当に。オッケー、おお、オッケー。そういえばさ、さっきんとこさ、俺ちょ、ごめん、急に思い出したかのように喋って申し訳ないんだけど、さっきさ、ケロヨンいなかった、敵いるもん。なんかさ、この裏だと、あ、いででででで、さっきね、実はね、戦ってる途中、最中に、チラッと見えたんだよね。発言してないと思う、多分。心の中で、あ、ケロヨンだって思いながら戦ってたから。目ざといよね、そういうとこだけ。いや、何これ。まただよ、もう。これ壊すってこと？まあ壊すってことだもんね、これね。こいつはやらなきゃダメっぽいな。こいつはやらなきゃダメだね。ないないない、なんか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 、ちょっと待って。なんか聞こえたけど、なんか、うおーっつって、なんかもう一人。あ、なんか来た、なんか来た、なんか来た。ちょ、待って、2対1、2対1はまずいって。
待て、片方だけどっか行ってくれ。しつこくね、こいつ、マジで。すっげえしつこい。すっごいしつこい。すっごいしつこい。切られるよ、本当に。いや、強いし、普通に。待て、攻撃ができない。ちょっと待って。OK。ほら危なかった。じゃ、攻撃できない。強すぎじゃない鎖が。お前は何聞いたんだよ。はい。いや、食らったし、普通に。やばいかも、これ。やばいかも。危なかった。やってる。なんでこんなやつで抑えなきゃいけんの。ふざけんな。危ねえ。ふざけんな。まず壊すと。はい。オッケー。よーし。壊れたな。お、ケロヨンいた。なんかいそうだな。怖い。壊すことによって何が起きるんだ。じゃあね、ケロヨン。なんか嫌な予感するな。壊れたことによって何かが始まったぞ、これは絶対。あれ、これはこれも反対側。全然道がわからないんだが。こたびは紅葉か。手入れをするかしら、大変じゃろう。めちゃくちゃ広くない、ここ。どうなってんの。大吉郎もここまでの城をなすまで霊石を集めるとはの。ほう。最悪。もう最悪、ほんと。これ来たわ、さっき。順路で合ってたわ。でもなんかあるんだろうな、宝箱かなんか。よしよし、いい感じ。半分か。減りが少ねえな、ほんと。あばつ。危ねえ。ねえ。オッケー。よっしゃー。綺麗な一撃だぜ。汚ねえ花火だぜ。汚ねえ花火だ。似てねえ、マジで。ちょっと今、ドン引き。自分でも引くぐらい似てなかった。汚ねえ花火だぜ。おっからいで。怖いもの知らずっておっかないですね、時にはね。背中に一丁。なんだこのルートは。オッケー。危ない。オッケー。はい。いってー、マジかよ。おめえ、マジか。なんだ今。なんだてめえ、ちびガキが。さっきのこれ、巨大霊石の下ってことかな。そういうことですね。巨大霊石のこれ、真下なんでしょうね。だからなんか霊石が落ちてるのはそういうことかな。ねえ。なんかやたら落ちてますけど。これはそういうことなんでしょう。はい。これは？いや、マジ仕込み線香落ちてる。マジで仕込み線香のどころか線香持ってる人がいないね。来たな、打剣が。来いよ。ふん。これが魂の一撃。こっちもじゃあ来てないってことだよね。おう、玉ころにゃんこう。すねこすり玉ころにゃんこう、行こう。にゃんこう。あ、ショートカット開通するだけか。え、これショートカットになる？ん？どこがどうなってんのこれ。こっちか。ここが行ってないとこか。あ、オッケー。じゃあこっち行ってみる？あ、ここ開くよ。たまこれを。たまこれを。ひどいな。滑舌がひどいな、ほんと。オッケー。開いたね。
おお、荷物取ってとりあえずこれ倒すか。なんかいるねこれね。いやそっちか、なんかいるんじゃなくて、そうそういうことね。ちょっとこれ壊すわ。これ壊したらさもう終わりなんじゃね。これ壊したら終わりくさい、終わり説ある中で。どうどう、ほら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 、終わったわ。おお、なんだなんだ、な、な、な、終わっただろ。ワンチャン終わっちゃったでしょ。これがね、俺たちのパワーだよな。タマコのパワー。タマコクラブ。タマコクラブ。危ない。あ、タマー！帰っちゃった。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って、ほんと、ほんと待って、ほんと待って。落ちるからなんか下あるし。すんげえ足りない。弱ってるねー。お待たせ。見えてたよ、ちゃんと。大丈夫だよ。じゃあね、ダリオ出てきたな、ほんと。え、ちょっと待って、なんかさ、こいつこんな強かったっけ。いてててこんな強かったっけ、こいつ。はい、はい、うるさいんだよね、一時下がられると。本当にめんどくさいんだよね、一時下がられると。ん、どこ行けばいいのこれ。あ、宝箱。わーい、忍者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 。ちょ、行っちゃう。あれ、これあいつ、これあいつじゃん。これ忘れちゃったよ俺、こいつ。行ってみるかも、試しに。野党神だっけ、野党神。そう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 、あたたたたた。ちょっと、ひど。いや、今のひどいっすね。ということで、新しいエリアに来ました。じゃあ次回はね、この続きからやっていきたい。ちょっと今しょぼしすぎてびっくりしたけど、自分でも、とりあえずヤトシンと戦うのかな。はい、じゃあ次回はまたね、歴代のボスと戦っていきたいと思います。それでは皆さん、ニオ2次回もぜひよろしくお願いします。いつもありがとうございます。それではまた次回、お疲れ様でした。またね。よしよし、ルカちゃんよかった。めんどくさいなぁ。なんかアイテム取ってないから、アイテム、お、なんだ、こっちもあるぞ、道。あれ？なんだ？あ、これ来たところか？来たところっぽいから、ちょっと、こう。